買わない看護専門誌が存在する。悪用現金の新しい看護専門誌の使い方見つけたんで、フォロワーの方たちだけに紹介させてください。看護専門誌って皆さん買ってますか？本屋で立ち読みするけど買うのどうしようって方多くないですか？私は循環器系の臨床が多かったので、ハートナーシング面白いなって思ってたまに読んでたんですけど、中堅ぐらいになってくるとナーシングビジネスの後輩への指導方法とか、動かない人をどう動かすのかとかの記事面白いって思ってきちゃったんですよね。でもこれ2つ買うと月5000円近くの出費になっちゃうんですよ。そこであんまり広がると良くないのかもしれませんが、お伝えしたいのがフィットナスっていうサービス。これ月額980円で2つの専門誌が読めちゃうんです。これ最新号は見れないんですけど、最新号じゃなくても全然知識が得られればいいですよっていう、そういう人にはぜひおすすめです。場所も取らないし、どこでも思いついた時にカフェとか入ってスマホさえあれば勉強できるんです。言い忘れました、2つの専門誌じゃなくて19の専門誌がバックナンバーを含めて見れちゃうんです。今回メディカ出版さんから特別クーポンを発行していただきました。詳細はコメント欄で。